新人紹介しようかな。こんな感じですね、今回。ですね、振動は多分いい感じになくなりました。やっぱりですね、割りピンのあのガタで、あのペラがガタついしたせいもあったのかなと。ただですね、プロペラは別に変えてません。あの社外のですねプロペラ買ったんですけど見事に合わないんです。合わないんで、加工しないとつかないんで、今回そのまんま元のやつをつけてきました。あとですね、これ、エレキモーター、これはちょっといまいちあんまり意味ないかなと。まあ進みますけど、これあの風が吹いたら多分風がですね3メーターぐらい、3メーター以上吹いたらいまいちダメかなと。ちょっとということで、あのエレキはですね、あの32ポンド考えてます、今。Two friends, but one broken heart. We love, we laugh, we cry, and suddenly love died. The story ends, and we're just friends. Oh, we're just friends. あのですね、このエンジン、やっぱりほら、わかります？オイル溜まってんのが。これやっぱオイル、この角度では使っちゃいけないんですよ、このエンジンは、やっぱり。ということでまあなんて言えばいいのかな。こう、あ、魚が跳ねた。まあこうやってあのオイルキャッチできるところを作ってやればいいんですけど、このエンジンは危険です、はっきり言って。皆さん買うのはやめましょう。なんて言えばいいのかな。オイルキャッチするところを作っても、例えばなんですけど、長時間でオイル吹いたら、オイル、この中のオイルがなくなるってことですよね。なんで、まあ、危険です。このエンジンは。ということで、まあ、私は一応バックアップつけてるんで、とりあえずどうしようかな。もうちょっと餌がなくなるまでやって帰ります。